ハゼランは、ハゼラン科の多年草で、干渉用に栽培もされるが、現在は多く野生化している。南米原産で、日本には明治時代にもたらされた。メキシコ、カリブ海地域、西アフリカ、中米と広い分布域を持ち、セイロン・ほうれん草の別称がある。葉は、長さ数センチメートルで、多肉、誤生する。夏に高さ30センチメートルほどの茎の先に、 塩水果汁を出し、計3ミリメートルほどの赤い五弁の花をまばらにつける。ただしこの花は、午後の2から3時間ほどしか開かないので、塩水系のつぼみや丸い実の状態で見かけることが多く、先行花火を連想させる。熱帯で多肉の葉を野菜として利用する、ティーフルータコサムと禁煙で同種と申される。岩月秀明、町でよく見かける雑草や野草が、 よくわかる本週話システム2006年11月5日 ISBN4 から 798014850P397 トゥリヌムトライアムギュラレナチュラルリソーシズコンサーベーションサービスプランツデータベース USDA2015 年12月7日閲覧コーラルとはサンゴのことありがとうございます